あ、ねえ、作戦とかは？そんなのいらねえ。はあ？でも、中何人いるかわかんないんだよ。何人いてもやることは変わんねえってさ。ああ、今は作戦とかそういう気分じゃないんだよ。なんで？わかんねえか。さっき目の前で真冬ちゃん殴られたからだろ。マジか。よし、行けやタボ。一番乗りはお前に譲ってやる。ああ、待てこら、貸し切りは言うとるやんけ。ああ、お前ヤガミ、たまりゃボケ。お前ら真冬さらってこんなところに連れ込む気だったのか。うん、誰があいつをさらえって。村瀬か、それとも塩屋。なんやと。チンピラは引っ込んでろってこった。そうそう、やかし。ええやろ、上等や。楽には殺さんでこら。ワンテンポ遅れとるで。そんなんで笑い取れるみたら大間違いや。もっと真剣に踊らんかい。はい、アンドゥトロワ、アンドゥトロワ。何やってんだあいつら。どうも緊張感ない連中だね。お兄貴、ヤガミよ。のでも、こっちや。いいから行けっつってんだろ。悪い、任せた。そいつを離せ。
卑怯だぞ。誰が話すかっつうの。やめろ、撃つな。離せよ。セレッタ、銃刀法って知ってるか？殺してるからな。斉藤さん、杉浦も無事だったか？当然。だから言ったろ。それじゃあ行くぞ。何？落とし物だぞ。Yeah!
んただったか、塩屋。正面から堂々やるやないか、八神。それに引き換えうちのボンクラどもは頭数だけでクソの足しにもならんの。お前ら今夜は何本指飛ばす気や。真冬をさらおうとしたな。おう、俺らと喧嘩の続きがしたいだけなら直接俺んとこに来ればよかった。何が狙いだ。ちーっと仕事を頼みたいんや、あんたらに。仕事頼むからにはどうやっても断れんようにしたろう思てな。あのお姉ちゃんに役に立ってもらいたかったわけや。バカだね。どうせうちは金さえもらえりゃ何だってやったのによ。おい、そんなことはないだろ。ただ真冬ちゃんが殴られた今となっちゃもういくら詰まれようが無理ってもんだ。万が一多忙が受けても俺が潰してやる。だから受けないって。おもろい連中やな。せやけどやっぱ先に喧嘩の白黒つけんとなんや話が弾まんわねえ。よっしゃ、お前らやってるや。
後ろにいるあいつ、例の服部って記者じゃねえか？じゃあ、あのじいさんは？あの人に、こんなとこで会えるなんてね。あ？おう。お前らが八神探偵事務所か。あのおじいちゃんが、前梶平グループ社員1万人のトップ梶平茂会長だよ。マジか。